滝沢秀明氏設立とべ、タレントの画像、動画はファン SNS で使用 OK。応援の新たなステージへ、滝沢秀明氏が設立したとべ、トゥービーが、所属するアーティストのファンに朗報を届けました。公式サイトで発表された新たなガイドラインによれば、とべ及び所属アーティストが発信する画像や動画の利用に関するルールが明確に示され、ファンの SNS での使用が許可されることとなりました。 この一大発表により、ファンとアーティストの絆が一層深まることでしょう。滝沢秀明氏は、ジャニーズ事務所の前社長として、日本のエンターテインメント業界に多大な貢献をしました。その経験と情熱を持って立ち上げたとべは、若手アーティストたちの新たなステージを築き上げる場として注目されています。そして、その一環として、ファンとのコミュニケーションをより強化するために、新たなガイドラインを発表しました。 ガイドラインは、飛べおよび所属アーティストが発信する画像や動画を自身の SNS、インスタグラム、X、旧ツイッター、タイクトークなど、YouTube などの動画配信サイトに投稿する場合に関する詳細な取り決めを含んでいます。これにより、ファンは自由にこれらのコンテンツを活用し、アーティストへの愛とサポートを表現できるようになります。ガイドラインには、いくつかの重要なポイントが含まれています。まず、 トベは、トベ及びアーティスト個人が発信する画像や動画について、ファンの個人の SNS や YouTube などへの投稿に対して著作権侵害を主張しないと明言しています。これにより、ファンは気軽にこれらの素材をシェアし、アーティストを支えることができます。しかし、一方で、いくつかの NG 事項も設定されています。これには、商業的な利用や営利目的での利用、 ファンクラブ会員向けの有料コンテンツを外部に発信すること、悪意ある加工や改変、公序両俗に反する内容や特定の思想、心情、宗教的、政治的メッセージを含む表現を投稿することなどが含まれています。さらに、トベ以外の第三者が有する知的財産権を利用する場合には、別途その権利者から許諾を得る必要があります。興味深いのは、YouTube での収益化に関する部分です。トベは、 YouTube での切り抜き動画での収益化を認めており、その際には提携パートナーであるガジェット通信クリエイターネットワークへの登録を求めています。とべは、このガイドラインを守らない投稿に対しては、削除要請や法的措置を取ることを明言しており、ルールを守ってアーティストへのサポートを行うことが重要であることを強調しています。とべの所属タレントは、元 V6 の三宅健、元キング、 プリンスの平野の仕神宮寺雄太、元インパクトアーズでインプ、に改名したグループの7人、元ジャニーズジュニアの大東達きなど、豪華のメンバーからなります。彼らの動画、画像、情報が飛べ公式及び個人の SNS、YouTube などから発信されており、ファンにとっては貴重なコンテンツとなっています。結論、滝沢秀明氏設立の飛べが、 ファンとアーティストとのコミュニケーションを強化するための新たなガイドラインを発表しました。これにより、ファンは戸部および所属アーティストの画像や動画を自由に SNS でシェアでき、アーティストへの愛と応援をより一層表現することができます。しかし、一方で一部のルールや制約も設けられており、ファンはこれらを守りつつ、アーティストへのサポートを続けることが求められています。戸部の所属タレントたちは、 これからも素晴らしいエンターテインメントを提供し、ファンとの絆を深めていくことでしょう。読者の皆様、飛べぬ新たなガイドラインを守りつつ、愛するアーティストを応援しましょう。これからも素晴らしいエンターテインメントが私たちを待っています。